仙台市へ結果確定です。続いて、スクリーンをご覧ください。先ほど行われました小学生男子 400m リレー予選の結果です。決勝進出チームを申し上げます。山口ユスポ、ユナイクスター1秒195、3着3、3着。
生感だよ。一気に治療が心配。行かせてやるほど。逆にでもなんかめちゃくちゃ勉強してます。ずっとそれしか見てなかった。第5条より女子体育大学の藤田さんでした。今回第2位一着大学園辻井さん、大阪教育大学58秒41一着谷沢さん、その時計1分0秒0三着の川村さん、その時計1分0秒05カスクリーンモード、結果確定です。続いて2回目の投擲は57メートル73、続いての投擲者は藤本沙羅さん、近藤ネック。大学生松岡さん、中央大学。優勝者の辻井さんより、スコミさんからサインを送ります。女子4年目のカードの第1は辻井さん、大阪教育大学。第4位、宮下さん、松本時計、1分0秒02。第5位、川端さん、松本時計、1分0秒05。第6位、大野さん、長嶋君大学、第5位。1分0秒25。第7位、伊藤さん、77銀行、1分0秒26。第8位、森さん、九州共立大学、1分0秒29。以上でした。現場以降の C 順に紹介します。ゴンペンさん、アルソクリー型で大会の会社でもありますが、昨年は東京オリンピック出場、日本選手権1位、大会選挙1位など大活躍でした。ベスト記録4勝、ややこのハードになるご指導ください。
水野武一さん、柴畑です。6メートル6、本日は6メートル7で競技終了です。